ミカエラ・シフリンは、アメリカ合衆国出身のアルペンスキー選手。技術系のレーサーで、2013年世界選手権、2014年、ソチオリンピック、2015年世界選手権、2017年世界選手権と、4大会連続で回転を制し、ワールドカップでは、2012、2013年シーズンから3期連続を、含む、計5度の回転種目総合の女王となった。 コロラド州ベール生まれ国際スキー連盟公認レースの出場年齢資格を満たすとすぐに自身のスキー選手としてのキャリアを築き始めた2010年12月にカナダブリティッシュコロンビア州のパノラマで開催されたノースアメリカンカップのスーパー複合で同大会の出場年齢資格ギリギリの15歳で優勝する同大会ではスーパー大回転大回転 開店も立て続けに制した。さらに、1ヶ月後に、スイスクラン・モンタナで開催された、世界ジュニア選手権では、試合前日に、胃腸炎を患ったにもかかわらず、開店で、銅メダルを獲得した。2011年3月にワールドカップデビュー。16歳の誕生日を迎えて間もない同年4月には、コロラド州、ウィンターパークで開催された、全米選手権の開店で、 大会史上最年少の王者となる。同年12月のワールドカップ2012分の2011年シーズンの回転台後戦で彼女は初の表彰台に立つ。1回目は40番目のスタートで、さらに中間地点でシンガードを失うアクシデントに会いながらも12位に入り、2回目は同レースで最速のタイムをマークして3位入賞を果たした。 2012年12月、シフリンはスウェーデンオーレで開催されたワールドカップ2013分の2012年シーズンの開店第3戦で初優勝を飾る。17歳9ヶ月という年齢でのワールドカップ制覇はアメリカ人選手では史上2番目の若さであった。2週間後にクロアチアザグレブで開催された開店第5戦。 さらにその11日後の回転第6戦でも勝利を収める。2013年2月にオーストリアシュラトミングで開催された世界選手権に出場。大回転では6位に入賞し、その2日後に開催された回転では優勝を果たす。同年3月にスイスレンツァーハイデで開催されたワールドカップの回転最終戦も制し、彼女は2012、 2013年シーズンの開店で種目別優勝を果たした。2013、2014年シーズンはオーストリアゼルデンで開かれた大回転初戦の6位で幕を開け、続く回転の初戦で優勝する。続く大回転第2戦では2位に入り、同種目では初の表彰台に立った。2014年1月の回転第4戦は悪天候のために、 クロアチアザグレブから翌日にイタリアボルミオに会場が変更になるアクシデントに見舞われながらも優勝を果たした。同年2月のソチオリンピックでは大回転で5位、回転では金メダルを獲得した。2014、2015年シーズンもワールドカップでは回転で種目別優勝を果たした。また、ビーバークリークで行われた アルペンスキー世界選手権の回転で2大会連続となる金メダルを獲得した。2015、2016年シーズンは12月に大回転の練習中に故障したことで約2ヶ月間戦線離脱してしまい3期連続で獲得していたワールドカップの回転の種目別タイトルを逃した。2016、 2017年シーズンはワールドカップで11勝を上げ回転の種目別タイトルを奪回し、大回転の種目別順位で自己最高の2位に入り、自身初の総合タイトルを獲得した。アルペンスキー世界選手権では大回転で銀メダルを獲得し、回転で大会3連覇を達成した。2017-2018年シーズンはワールドカップの格好で、 優勝1回を含む3度の表彰台入りを果たし、技術系スペシャリストからオールラウンダーへの成長を見せ、もともと得意としていた、技術系種目でもピョンチャン五輪までに回転で7勝、大回転2勝とこちらも好調で、五輪での個人種目五冠達成の可能性が取り沙汰された。1月下旬に、やや調子を落とし、イタリアコルティーナダンペッツォで行われたスーパー、大回転第6戦から、 スイスレンツァーハイデで行われた回転第9戦にかけての4レース中3レースで途中棄権した。ピョンチャンオリンピックではアルペンスキー女子の最初の種目の大回転で金メダルを獲得した。続いて出場した回転は世界選手権五輪で4連勝中だったがまさかの4位に終わり連覇を逃した。回転の試合直前にオートしていたこともあり。 感染症に罹患したとの憶測もあったが本人は試合を否定している。格好、スーパー大回転には出場せず、アルペン複合で銀メダルを獲得した。オリンピック後のワールドカップで2勝し、ワールドカップ12勝、総合タイトルと回転種目別の連覇を達成した。ありがとうございます。